かなりアップデートしたよ。まず左下にレベルを表示したよ。レベルが上がるほど変なものが湧いてくるのよ。見せるために頑張る。ダメでした。早く変なもの見てみたいわー。そういうせっかちな人のためのモード。レベル5体験練習ステージを作った。生き方はプレイ中バックスペースキー。これで練習するもよし、確かめるもよし。じゃあ、変なものの説明、その1、座布団。親座布団を打つとこ座布団をばらまきます。変なものの説明、その2、偽力士像。偽力士像は丈夫だから壊れないしすごく重い。変なものの説明、その3、黒いサイコロ。黒いサイコロは打つと裏返りの目になる。変なものの説明、その4、行事コインは滑る。これらを考えながら、今からちょっと頑張る。やっちまったぜ。練習だから称号はなしよ。本番頑張ってね。ご視聴ありがとね。